トヨタ自動車北海道は1991年に設立されまして、駆動ユニットを主に生産しております。で、全量トヨタ自動車向けというふうになっております。もともとは櫛を横に倒してワークを櫛から引き抜いた状態で使っていました。自重で搬送しているものですから、そのワークについた油や異物で物が流れなかったり、ワークの形状が変わると形状に合わせてシュートの幅を一個一個変更しなければいけないという課題がありました。その改善するにあたりましてはですね、ものづくりの体質強化というところで、自分たちでですね、自前で改善を進めていきたいというふうに考えていたという矢先にですね、ユニバーサルロボットさんがあると。今回サイクルタイムが12秒といったところで、カメラを使用してしまうとどうしてもサイクルタイムに入らないという課題がありました。そもそもワークが黒光りするのでカメラでは検知難しかったんですけれども、ですので今回トルクセンサーを活用しまして、ハンドがワークに当たったところで撮るという方式を採用しました。カメラなしのシステムにしたことでシンプルなシステム構成ができました。その上ですね、 FT センサーが内蔵されていますので、ティーチングペンダントに入っているプログラムテンプレートを活用することで容易にプログラミングができました。 UR さんのホームページでトレーニングを、オンラインで受けさせてもらったので、実際にロボットを購入してからですね、そのままプログラム作成方法だったので非常に簡単にやりやすかったですね。プログラムを設定し直せば、例えば反対に置いてほしいっていうのでも簡単にその設定だけで変更できますし、あと櫛の数が変わっても回数さえ設定を変えれば対応できる厚さもロボットで確認してやってもらえるってことで、非常に便利だなとは思っております。異常が少ないですので、稼働率も 98% と向上しましたので、非常に安定して生産ラインが稼働できるっていうのも嬉しさですね。従来ですと1ラインに素材供給機というのが1台ずつありましたけれども、今回2ラインに対して共同ロボット1台というところで、投資の面ででもですねかなり抑えられましたし、今後車種追加になった時にもプログラム変更ですぐ対応できるっていったところも嬉しさですね。あともう一つはやっぱり安全面ですね。近くに寄ると減速してくれたりとか、人に当たっても停止してくれるっていうところで安全面は確保されているのかなと思いました。大変だったところで言うと配線の作業ですね。私自身そういった配線の作業の経験がなかったものですから、こういった経験をさせてもらったことで次のロボットを入れるとかっていう時にもすごく役に立つと思いますし、また別の設備ロボットに関わらずですね、電気図面等ありますので、そういったスキルアップにもつながったのかなとは思っています。すでにですね、組み付けラインでも UR ロボットが稼働しています。今回この共同ロボットの利点としてですね、ロボットに不具合が起きた時にラインを止めざるを得ないんですけれども、今回ここで入れたのはですね、不具合が起きた時に一作業に戻すことができますので、稼働を止めることがないというところも利点かなと思っています。今後はですね、完成品整列の部分で活用したいなというふうに考えております。またですね、別のラインにはなるんですけれども、組み付けのボルトの締め付けにもですね活用できると思いますので、そういったところにも入れていきたいなというふうに考えています。コストも当然、ありますけれども、それ以前にやはりいろいろ取り組むことによって自分たちのこうスキルアップっていうところにねつながるかなというふうには、それが一つの体質の強化かなというふうにも思っております。